雪が積もってますね。おはようございます、コウです。今日はですね、これから少し散歩に行って、その後笹ですね、東海ビスの、笹ですね、ちょっと今日は12日なんですけれど、今からちょっと返しに行きたいと思います。めちゃくちゃ雪降ってますね。めっちゃ気持ちいいです。今日はちょっとお仕事がお休みなんで、ゆったりできますね。朝起きたらもうめちゃくちゃ雪が降ってたんで、もう本当めっちゃびっくりしましたね。結構霧も出てて、すごい幻想的です。というわけで、今日はこれから笹をまず神社の方に返しに行って、また新しい笹を買おうかなと思います。ここに去年1年間使った笹をお返しします。今年は分散参拝なんで、結構助かりますよね。はい、そしてまた往復笹買いました。じゃあちょっと買い物して家に帰ろうと思います。はい、ただいまです。今帰ってきました。これからお昼ご飯食べようと思います、はい、ついでに野菜がたくさん取れるお弁当買ってきました。これ惣菜屋さんの RF 分の1のお弁当ですね、はい、今からちょっとゆっくり食べて、今日一日休みをゆったり過ごそうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。